リビングはお気に入りポイントはこのガラスドアですね。ハイドアにすることで結構開放感ができたのと、ガラスドアなのでこういう風にステッカーとか貼っても入るような感じに、はい、紹介しました。普通のお宅は、まあ、リビングとダイニングがつながっていてすごい広い間取りだと思うんですけど、我が家は雑煮をちょっとこだわって、ここでは何をする、ここでは何をするっていうゾーニングにちょっとこだわって設計してみました。で、リビングはちょっと6畳しかないですけども、結構おこもり感があってリラックスする空間になってます。でその代わり、家具とかは少し大きめにして家具で転がったりしながら、ご飯の後に団らんができるようになってます。その7の木を、多くですね選びました。結構スベスベして夏でも、気持ちよく過ごせてます。はい、傷出るか、傷は結構まあつきますね。そうですよね。トミカとかすごい頑丈なやつとかガンってひっつくんですけど、ぬく床のいいところで削っちゃえば木なので元に戻りますね。フローリングだと傷ついたらそのままなんですけど、それがちょっと思います。ぐちゃぐちゃだったとしてもこうやって閉めちゃえば何もない状態ができるので、まあ、来客があっても焦らずに対応することが、はい、できます。はい、じゃあキッチンからそのままこの扉を開けるとランドリールームにつながっていきます。珍しいですよね。はい、もうお水回りからもう結構洗濯とかもうしょっちゅうしてるじゃないですか、子供の洗い物とかで結構忘れちゃうことが多いので、すぐにもう行って干したりとか家事の合間に家事をするような作りにしてあります。結構外干しはほとんどしなくて室内干しばっかりなんですけど、ここで洗濯してこのワイヤーをつけてもらったのでワイヤーに干して、そのままここに片付けていくような感じです。棚は今回作ったんですけど作ってで、まあ、100均の収納を入れて、その子供2人いるので1人ずつの例えば体操ではこういう感じ
してもうすぐ入れて見えるようにしてあります。でここに普段の使っている服とかパジャマが置いてあるので、ほとんど上には行かずにここだけで全て完結するようになってます。で、今カーペットが冬仕様で敷いてあるんですけど、ここ普段は畳なので畳ですね。ここ進んでみるとお風呂があるんですよ。でお風呂から上がって、まあ、すぐにお洋服って着ないじゃないですか。夏とか暑いし、ちょっとクールダウンする時間が必要だと思うので、それをこの畳の上でよくこうゴロンゴロンしてるようなイメージで、畳にしてみました。で結構大工さんの中でもこうざわついた場所というか、ここ本当に畳でいいのみたいな場所みたいです。はい、でも畳ですごい良かったなと思ってます。はい、で点検口、唯一点検口があるんですけど、ここの畳の下にあるので、まあ、畳を剥がして点検してもらう感じなので、他のところは穴開いてないのでスッキリしてます。なぜか最初から結構海外のインテリアに憧れてたので、お風呂はガラスってなんか決めてて、で、まあ、ちょっと外のさざなで、ここは標準です。標準のお風呂で広さも標準なんですけど、まあ、ガラスにしたことによってすごく開放感もあるし、ここからこっちの光が入ってくるので昼間でもそんなに暗くは真っ暗にはならないようになってます。で収納とかね、もう壁がないのでどうしてるのって思ったんですけど、それにこの壁の後ろにこんな感じで隠してあるので、向こうから見れば何もないように見え、すっきり見えてます。なので足りなかったよってことはないですね。で3面はちょっと銅箔で作ってもらったんですけど、ちょっとこだわってて、ここにカゴがあるんですね。でここにお風呂の前は脱いだものを入れて、で、まあ、閉めておいて、でここからそのまま洗濯を行って入れてで干すような動線ができています。ここはダストボックスで、ここからゴミポイして入れます。まあ、かっこいいかなってところですね。ホテルみたいですよね。で洗面は自動にしてもらって、結構なんか自動の人って震災とかの時とか停電しちゃったじゃないですか。でその時に動かないみたいな、温泉かだとみたいな方もいらっしゃったんですけど、その水洗だと電池式なんですよ。で電池式をそのアルネットのコーディネーターさんに見つけてもらって、これだったら震災の時も大丈夫ですよってことで、採用しました。うん、で子供でも一回一回出してあげなくてもいいので、すごい助かってます。で収納も結構広めに取ったんですけど、ちょっと一箇所だけ綺麗にしてるところがあって、ここはなんかここ綺麗にしとけば他のとこも綺麗になんか思えるからテンションがこう上がる。これ見るとテンション上がります。はい。高い窓を採用したんですよ。こっち北側なんですけど、北側はやっぱり防犯とかもあって、そんなに開く窓うちなくって、でもやっぱり北側にこういった細長い窓を設けたことで、すごい明かりは朝の感じることができたので、よかったなと思います。2階は3畳のお部屋が多くて、ここも3畳ですね。あと隣の書斎も3畳ですね。カーテンなので、カーテンで仕切れば収納も隠れるようにはなってます。でカーテンのレールはこう埋め込みにしてあるのでスッキリしてます。はい、でここも収納カーテンなので、服とかスクープとかでこう整えて、カーテンなのですごい結構この幅がドアより取れるので、ある程度こう大雑把に物入れちゃってもこう閉めてるんで、すごい便利です。はい、ここちょっとしたスペースなんですけど、例えばなんか誰かと具合悪くなった時とかに一人分寝れるくらいのスペースはあるので、ここに冷蔵庫があるので、冷蔵庫に例えばアイスのとかキーピタとかを入れておいて、ここに一人看病ができるようになってます。でここにトイレがついてるので、ここでなんかこう完結しちゃうような感
感じではあります。チャンネル登録よろしくね。あるあるあるどこにある、あるネットホーム、ひんやりブルブルさよなら、あったかお家でポカポカ気持ちいいな、冬でも暖かい極暖の家大好評、あるネ